いやー、正直泣いたわ。わかる。もうこれまでのエピソードでさ、どんな最終回になるのか想像もつかなかったけど、まさかここまで泣かされるとは思わなかったな。とうとう最後の最後で、ノートの3人と、ドン・ムラサメを含めた名乗りをやって、しかもほぼやらなかったから、ほとんど記憶に残ってなくて、それでも仲間との名乗りを思い出す、いや作り出す、どちらにせよずっとやらなかったからこそ最後の最後であんな印象的な名乗りになるんだなーって感じたね。名乗りという戦隊の伝統をあえてやらないっていう手法を最大限に活かした最後だったな。まだドンブラザーズ VS ゼンカイジャーがあるけど、とりあえずテレビシリーズは終了ってことで、タカとしてのドンブラザーズの総合的な評価は最終的にどうなった？個人的な評価は10点満点中10点だね。おお、満点。でもこれって人によって0点の人もいると思うから、過去類を見ないほどに評価が分かれるシリーズだなと思うよ。人によっては0点になるぐらい極端に評価が低くなる要因は何？回収しなかった、もしくは説明もしなかった伏線とか設定が多かったってのが一番の要因じゃないかな。例えばマザーが誰なのか、ドン家とか太郎の父親のこととか、カイト、ブラックゼンカイザーが結局誰だったのかとか、そこら辺全く説明しないまま終了しちゃったじゃん。ここら辺の伏線というか、脚本の井上さん的には伏線でもなかったのかもしれないけど、そういった設定とかを一切説明せずに終わっちゃったっていう点は、人によってはかなり大きなマイナス点になるんじゃないかな。そこら辺の設定も含めて考察する人結構多かったからね。確かに人によっては大きなマイナス点になるっていうのはわかる気もするな。まあ、かくいう俺もそこら辺の設定とか伏線の説明はできればあってもよかったかなとは思うけどね。特にカイトの正体とか。カイトは結局誰だったんだろうね。これが確実な説明になってるかはわからないけど、最終回で太郎が記録をリセットして、新しい太郎として、ドンモモ太郎ではない太郎として生きていくっていう説明があった時に、ドンモモ太郎の体の色が白黒に変わっていったじゃん。もしかしたらドンブラザーズのカイトは、ゼンカイザーだったカイトがいつかの未来で役目を果たして、記憶をリセットして戦いから離れて新しくマスターとして生きていくことになったカイトっていうことにつながるのかもは知れないね。ありえそうな設定ではあるけど、ただそれだとジュランとかやっちゃんが心配しないっていうのには違和感あるし、自分のことを昔ゼンカイザーというヒーローをやっていたっていうのと矛盾する気がするから、ありそうな、なさそうな。それもそうなんだよね。まあただドンブラ VS ゼンカイザーでもしかしたらそこら辺の説明あるのかもしれないけど、個人的には謎のままでもいいんじゃないかなとは思うんだよね。まあ確かにそれはそれでマスターの一つの魅力だしね。同じように最低限の説明はあれど、全容がつかめないままだったノートの3人も最終的にはすごい愛着のあるキャラになってたし、1話目を見た時はさ、ソノイ、ソノニ、ソノザの3人がこんなに好きになるとは思わなかったよ。キャラクターの成長っていう点をノートの3人に振り分けたのは良かったね。三者三様の成長の仕方で、最終的にはドンブラザーズのメンバーとして名乗りをやるっていうのはエモかったなぁ。激連のリオとメレに通ずるものがあるよね。やっぱり1年間かけてキャラクターの成長を楽しめるっていうのは戦隊シリーズの醍醐味だな。正直明確なテーマとか設定とか敵とかがいないのに、キャラクターの魅力と成長だけでここまでシリーズを面白くできたってのはすごいことだと思うんだよね。戦隊シリーズとしてはお約束破りみたいなところあるけどさ、ドンブラザーズだとそれも許せちゃうってのはあるよね。ドンブラザーズでさ、戦隊のお決まりの名乗りをやらない、メンバーがなかなか揃わない、明確な敵も設定もないっていう、だいぶ異質な感じなんだけど、メンバー内で対立することはあっても、最後は手と手を取り合って協力し合ってチームになっていく。たとえ最初は敵であっても、理解し合えるのであれば仲間になれるっていう、戦隊シリーズとしての大事な要素は抑えてるんだよね。人と違う自分を受け入れる。時には価値観が違う他人であっても共に歩むことができる。まさに戦隊シリーズが長年やってきたテーマだね。人生は紆余曲折あって、いい時もあれば悪い時もある。
でも誰かと生きていく人生は楽しい。細かい設定、そんなの人生を生きていく中でよくあることなんだから気にするな、泣くな、笑え。まさに井上俊樹脚本って感じで俺は好きだな。最初はさ、井上さんが脚本やるってだけでどうなるか不安だったけど、不安するだけ無駄だったね。戦隊シリーズとしての概念とか常識なんかをぶち壊して新しいことをやりつつも、戦隊シリーズが長年やってきた人と人の縁をつなぐっていうテーマを最後までやりきってんだよね。まさに戦隊シリーズとしての本質的なテーマをぶち壊しつつも思い出させてくれる。ドンブラザーズはいいシリーズだったと思うな、俺は。戦隊ってもうテーマがやり尽くされてるって言われて久しいけど、こういう新しい戦隊も見れるんだなって思わせてくれるいいシリーズだったね。マンネリマンネリって毎年言われてる今の戦隊だからこそ必要なシリーズだったのかもね。そして来週からはキングオージャー。今のところ王道な戦隊シリーズって感じだけど、また今年も俺たちを驚かせてくれる新しいシリーズになることを期待したいね。ドンブラザーズ1年間ありがとうございました。またバーサス全開ジャーで会えるの楽しみにしてます。